動画のね、旅の概要を説明いたしましょう。中心にね、こののの字がありますよね。こののの字を描きながら旅をしているんですけども、スタート地点は世田谷区。そして2番、3番、4番、5番とね、ずっと大田区まで続くのが第1周目。第2周目っていうのが、神奈川県の川崎市の中原区から始まって、ぐるっと回ってね、府中市、東京都ですね。で新宿区なんかを通ってですね、神奈川県の横浜市の神奈川区まで至ります。そして3周目がね、横浜市の緑区から始まりましてですね、こちら31番の町田市とかね、日野市とかを通ってですね、国立市とかね、38番の西東京市なんかを通って、でですね、そして板橋区とかね、中央区なんかを通ってぐるっと回っていくんですね。そしてですね、神奈川県の横浜市の西区から、第4周目ですね。1周目、2周目、3周目、4周目。4周目が始まります。50番とか通っていきます。そしてですね、51番、52番として相模原市を通っていきますね。前回の旅なんですけども、前回の旅はですね、この緑区と上野原市の自転車旅でございました。今回もね、ここの一部を含めて、まあ、スタート地点はですね、第5周で行く予定のね、大月市から始まります。ちょっと便宜上ね、こういうことになっております。大月市からですね、長野原に行って、この相模、神奈川県の相模原市の緑区を通ってから、こっちのね、東京都でございます。58番の、西多摩郡の檜原村に入ります。で、59番は後回しにしてですね、先に60番のあきる野市に至るという、そういう自転車の旅になっております。のの字自転車全国屈指小村旅ということになっております。旅は20日目でございます。2012年の2月の17日でございます。4週目でございます。第4都道府県、第2都道府県、第1都道府県って書いてありますけども、最初の2カ所は山梨県、間は神奈川県で、東京都に至る自転車旅ということになっております。最初のね、大月市というのはですね、5周目に入れる予定なので、まだ未定という扱いにしておきます。そして前回の旅で行ったね、この19日目の旅行旅でも行った上野原市、相模原市、神奈川県の緑区も今回旅をいたします。そしてですね、東京都の檜原村、そしてあきる野市なんかも旅をするという、そういう感じになっております。5周目の一部と4周目のね、旅でございます。集計なんですけども、今回の旅で20日目ということになっております。でですね、これまで旅した都道府県数は3ということになっております。東京都、これは4ですね。ごめんなさい。これは4でございます。東京都、神奈川県、埼玉県、そして山梨県でございます。そしてこれまで旅した市区町村なんですけども、東京都が全部で35ということになっております。もうちょっと、そして神奈川県が全部で21ですね。そして埼玉県が4カ所、そして山梨県が2カ所ということになっております。そして全部合わせると62カ所ということになっております。
昔編集した動画のね、ナレーションがついているんですけども、その上からね、新しいナレーションを付け加えてね、新しいナレーションだけ聞けばわかるようにしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。今日も僕の動画を見ていただいてどうもありがとうございます。今日1日で7個も動画を作ってしまいました。ポリシーでございます。今日紹介する旅はですね、2012年2月17日の旅でございます。この日も山梨県からスタートいたします。降り立ったのは大月の一番東の方でございます。そこから出発して、というわけでですね、昔作った動画のね、ナレーションの上からですね、新しいナレーションをかぶせていこうかなと思っております。最終的にはね、東京都の、まあ、声と声がね、ぶつかってね、聞きづらくなる点がありますが、今回のナレーションだけでね、動画が分かるようにしたいなと思います。この辺のね、説明のくだりはですね、もう冒頭で説明していますのでね、よろしくお願いいたします。このね、オレンジ色のラインに沿ってですね、今回旅をしております。東京都の最終的には武蔵五日市駅から帰っていきます。これは早朝ですね、中央線に乗ってですね、山梨県の大月市のね、駅にたどり着いたところでございます。そして坂道を登ってきてね、バス停なんかがあるところにやってきました。ここからですね、山あいの道を進んでいってですね、ところどころにね、ちょっとだけね、雪が残っているようでございます。自転車で坂を登ったり、田舎の風景ですね、ところどころに住宅があったりしてですね、ゴルフ場の看板なんかがあったりしてですね、甲州街道と中央高速が山あいの道を進んでいきます。中央高速とかね、そういうのも走っているところだと思います。高速道路もうすぐあきる野市県道が井の原村というふうに文字が見えております。これはもうだいぶ走ったあとお昼あたりだと思いますね。お昼過ぎぐらいでしょうかね。ずっと神奈川県からですね、坂道を登っていって東京都に入っていくんですね。で、ずっと進んで、なんか山あいのなんか町いいですね。なんか寂れた建物が建っていて、味わい深い風景だなって思います。途中飛ばしてですね、そしてだんだん夕暮れっぽくなってきてですね、東京都のあきる野市にも入っていると思います。最終的にはあきる野という駅、五日市、武蔵五日市駅でしたっけね。乗って帰りました。その駅から帰って、これは拝島あたりで乗り換えているところでございますね。写真の紹介でございました。オレンジ色のラインに沿ってですね、鳥山、オレンジ色で示した通りに、鳥沢という駅からスタートしてですね、途中上野原の神奈川県の相模原市の西区を通って、そしてまた山梨県に入ってから東京都の檜原村、そしてあきる野市に入っていく武蔵五日市駅から帰っていくという、そういう内容になっています。そしたらね、ビデオの方を紹介したいと思います。朝の JR の駅にたどり着きました。すごい寒い場所でしたね。鳥沢駅でしたっけね。大月市内の駅でございます。スクーターの座席にね、雪がかぶっておりますね。霜が降りているっていう感じでしょうかね。甲州街道でございます。甲州街道が駅の近くに通っております。少しね、神奈川
川県の方にね向かってね、東京の方に向かって移動してから山道に入っていきます。この辺はちょうどね中央高速が走ってる方向に登っていくというそういう感じでございます。確かね県道だったと思います。甲州街道とはちょっと違う県道を通って東の方に進んでいくっていう、ね、そういう感じでございます。ちょっとね坂道を登るとですね雪がまだ残っていてですね吐く息が白くね、見えております。中央高速道路なんかがあるようなそういうところでございますね。その模様はねこんな坂道の途中にもねバス停なんかがあってね人の暮らしがあるわけでございます。雪が降ってる道を自転車で行く寒空ですね。でもね人が結構住んでるんですよね。どんどんね続いていくんですね。枯れた山の景色だけど朝日に浴びるとちょっとね坂道がきつくてね足が止まっちゃいますね。富士山が見えております。真っ白なね富士山が山の向こうに見えております。空は真っ青でございます。少しね路面が凍ってるようなねそんな雰囲気がしております。上野原町にね大月市から入ってきているようでございます。大月市から上野原市ですね。赤い鳥居が見えております。朝の日差しを浴びる山あいの道と風景でございます。雪が残っておりますね。犬目塾って書いてありましたね。まだまだ坂道は続くようでございます。古めかしい石碑のようなねいろんなものが置いてあったりいたします。なんか雪がかぶっている赤い鳥居なんか味わい深いですよね。山あいに民家があったりちょっとした畑があったりそんな感じがいたします。犬目って書いてありますね。バス停でございます。富士急行のバスが来るんでしょうかね。日の見やぐらなんかもねちょっと今見えた気がいたしましたけどね。富士山がちょこっと見えておりますね。これ中央高速道路のね防音壁ですかね。お地蔵さんがたくさんあるお寺でしょうかね。高速道路の近くなんですね。まあ中央高速道路なんか走って通り過ぎる人はよくいるかもしれませんが地元のねこういう道をね、旅する人はあまりいないかもしれないですね。雪が残っていて寒そうなんですけどもちょっと綺麗ですよね。雪があるとね風景がなんか味わい深くなるね。いつからある石の置物なんでしょうかね。昔の裏街道だったんでしょうかね。山あいにねいろんな建物が建っていたり畑があったり高速道路が走っていたりこれは上野原市役所だと思います。そして甲州街道にやってきました。狭い道なんですけどもね昔ながらの建物がね立ち並んでおりますね。そして神社のような建物が見えております。敷地がね見えてますね。で前回の旅であの橋を渡ってね上野原駅までたどり着いて帰ったというそういう風景でございます。上野原駅でございます。そして相模川でしょうかね。相模湖に注ぐ別の名前がついている川でしょうかね。桂川だったかなちょっと忘れてしまいましたが特急電車が通り過ぎていきましたね。あずさとかね海事とかねそういう名前のね特急が走っている中央本線でございます。山あいに新興住宅地が存在しておりますね。
鳥居ですね。なんて書いてあったのかな、ちょっと分かんなかったですけどね。駅でいうとね、富士野っていう駅名だったと思うんですけども、その近くを通ったりして、木がたくさんですね。本当に神社があちこちにあるんですよね。自転車で旅をしながら、いろんなところの神社とかお地蔵さんを見かけながらね、安全祈願をしながら進んでいくという、そういう感じでございます。1月、もう2月になってますけどね、1月の場合だとね、いろんなところで初詣ができるみたいなね。これはね、相模湖のちょっと上流部分っていうかね、神奈川県と山梨県の境目ですね。中央高速道路とかね、中央本線とか通ってるような、そういうところでございます。ちょっと谷になってるんですけども、その下に湖があるみたいなね、そんな感じでございますね。お地蔵さんと郵便ポストでございます。まあダム湖色ですよね。ダム湖の水って感じですよね。グリーンです。起伏が激しそうなね、坂道でございます。いいですね、味のある山の中の相模原市ですね。ここは神奈川県なんですね。まあ奥多摩の方と道がつながっている。住宅街っていう感じですよね。山の中にある住宅街、こういう古めかしいものがね、残っていたりするわけですよね。なんかね、小さい細い道なんですけど、入り組んでおりますね。立派な木が生えております。そして鯉が泳いでいる、ここはなんかレンコン畑とかジュンサイとか、そういう類のものの畑のように見えておりましたけどね。なんでしょうかね。畑も広がっております。お地蔵さんとかね。そしてまた相模湖のところに戻ってきましたね。山梨県からね、東京に向かうんですけども、いい天気ですね。湖面に空が映っております。相模川とかね、まあちょっとね、グリーンですけどね。そして上に中央高速が走っていて、中央本線の踏切のところにやってきました。この辺からまた北上していくんだと思います。また神奈川県から山梨県に入ってから東京都の方を目指して北上していきます。川が流れておりますね。山あいの郵便局でございます。いいね、日本の田舎っていう感じがして、こういうところを自転車で通るっていうのは面白いですよね。静かですね。どんどん登っていって、雪がまだ残ってますね。雪がちょっと降ってますね。お地蔵さん、この雪が降り始めた峠越えっていうのはちょっときついですよね。カメラとかも濡れちゃいますからね。すごい坂が続いていくようでございます。あきる野市、檜原村方面に進んでおります。もう引き返してね、坂道を下ってしまいたくなるようなね、きつい坂道ですよね。でもね、楽しかったんですよね。乗り越えたいという意志がね、強いんですよね。もう山の中、こんなところでちょっとパンクしたらね、困る
まだね、自転車的にはね、初心者っていうか、パンク処理とかね、あんまりやったことない時でしたからね、パンクするのはちょっと怖かったですけどね。後部トンネルって書いてありましたかね。東京都に入っていくようでございます。山梨県から東京都に入って檜原村に入ってきたようでございます。なんか東京都に戻ってきたっていう雰囲気もするけど、東京の田舎というね、遠いところでございます。雪がまだね残っている。幹線道路ですね、山あいのね、狭い幹線道路でございます。住宅がね建っておりますね。もう本当に東京の村っていう感じですね。古めかしいものが並んでおりますね。街角っていう感じですね。バス、路線バスなんかもちゃんと走っておりますね。雪がポツポツと降っております。川が流れております。檜原村役場ですね。峠を越えて山梨県からね東京都に入ってきたんですけども、相模湖なんかの川はね、相模川の方に流れるんだと思いますけど、ここら辺の川は多摩川の方に流れるんだと思いますね。微妙に水系ってやつが変わった場所に来たという、そういう印象でございます。遠さと木って書いてありますね。山あいのそれなりの幹線道路を通って、そしてあきる野市の方に行って、武蔵五日市駅から帰っていくという、そういう旅の内容でございました。ではね、上からかぶせたナレーションはこの辺にしたいと思います。よろしくお願いいたします。北上して檜原村に着いて、ちょっとね寄り道をしながら東の方に進んで、最終的にはね五日市駅から帰りました。20日目ですね、旅行の。東京都はこんな感じで旅をしております。神奈川県も旅しております。埼玉県と山梨県もこんな感じで旅を重ねていっております。1周目というのはこういうコースで進みました。2周目はこんな感じで進みました。そして3周目も終わって、今は4周目の旅を紹介しております。5周目のところもちょっとだけ通っておりますね。はい、ではですね、いつも通り昔書いたブログを自己紹介がてら紹介しようと思いますね。興味のある人は検索してみてください。ここに写っているのが僕ですね。何をやっているんでしょうかね。てな感じでですね、また変なこと書いてますね。漢字よく写れたらなんて書いてます。何を考えてるのかね、わかりませんね。では最後、あ、見ていただいてありがとうございます。では最後にですね、写真を見てね、紹介で言いましたのでね、それを紹介いたしましょう。今回の中で一番景色が良かったのはね、この写真ではないでしょうか。ビデオでね出てたこのシーンですね。このシーンが一番僕のお気に入りですね。今日も見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。